今日午後4時50分ごろ、岐阜県各務原市鵜沼朝日町3丁目で、道路を横断していた小学生の男の子がゴミ収集車にはねられました。警察によりますと、男の子は頭に怪我をして救急搬送されましたが、意識不明の重体だということです。警察はゴミ収集車を運転していた40代の男性から話を聞くなどして、事故当時の詳しい状況を調べています。小学生の男の子が意識不明の重体です。速報でした。